ここは？露覚したパーツを一時的に置いてるところ。全部はコロニーに入らないからね。なるほど。ものによってはこうして再利用しているわけか。キャッスルの支給品だけじゃ間に合わなくて、こだわるメカニックが多いし、パイロットのみんなも注文つけてくるし、他のコロニーのレウニスだって修理しなくちゃいけないしね。お仕事いっぱいで大変そうですもん。そうでもないよ。楽しくやれてる。うちのノポンたちは腕がいいし、副官もしっかりしてるから。で、僕は何しようとしてたんだっけ。パーツを探しに来たんだろ。そうだった。本体のパーツは、あ、これとかいい感じ。ルディってなんか軍務長っぽくねっていうか、すごいメカニックなんだろうけど、副官は苦労してそうだね。大丈夫、いつも通り行こう。一気に決める。助かった。動け。スパーリロード。やばい、敵が離れちまった。スパーリロードで攻めていこう。セナ本当に強い。気絶させる。仕上がれ。クラッシュを調子で攻め続けて。ツー動け。ズレない。攻めていこう。標的にされたんだ。やめ。行くぞ。どうだ。そう。
フィールド。はい、助かった。スラッシュエッジ。エアスラッシュ。あんまり投げない戦いぶりだったよセナ。ふふん、私の力見せられたみたいだね。いつでも動けるようにしておかないとな。よっと。みんな、ありがとう。パーツも全部揃ったし、これでレウニスが作れるよ。ルディさん、大丈夫ですも？元気ないですも。レウニスがあれば、仲間を守れる。みんなが傷つかずに済むと思ってた。でも、作って直したら、それでおしまいじゃないよね。あの子たちは命令されるまま戦って誰かを傷つける。そうさせているのは僕だ。一番みんなを傷つけているのは僕だったんだ。ルディがしてることはメカニックなら当たり前で普通のことも。でもそれが気に入らねえってんだろ。なら新しく作りゃいい。戦うだけじゃなくてこう他もできるみたいなさ。戦うだけじゃない、戦わない。レウニス、よくわかんねえけどさ、できないって決まったわけじゃないし諦めたくないんだろ。あ、そっか、そうだね、ランツの言う通りだよ。僕も命令されるままあの子を作ってちゃダメだ。ランツ、みんなありがとう。よし、すぐに完成させるからね。できた。すごいな、こんな短時間で。けど、こんなちっちゃくて大丈夫なのか？うん、さすがに戦うのは無理だけど、ごく簡単な指示ならこなせるよ。今は、僕を守るって機能だけを入れてある。それでいいと思うんだ、この子は。じゃあ、もう俺たちの手伝いは不要だな。そうだね、一人でも帰れるよ。おやおや、せっかく迎えに来て差し上げたというのに。死生官、ご機嫌よう、ウロボロス諸君。安心なさい、
あなた方に興味などありません。帰りが遅いと様子を見に来てみれば、最強のレウニスを作れと言ったでしょう。どれだけ時間を溶かすつもりです？あの憎きアグヌスどもめ、蹂躙したくてたまらない。あの子のことだけど、僕は何度も言っているように、ゲームは勝つためにやるものです。一度でも御殿に回ってごらんなさい。蹂躙されるのは私たちなのですよ。けど、ったくよ、お前はレウニスさえいじれてりゃいいんだろ。そう言ってたじゃねえか。口の絶えする暇があるなら、手を動かしていただきたいものです。でないとコロニーにいるお友達がどうなっても知りませんよ。おいてめえ、さっきから聞いてりゃ。わかった、帰るよ。ルディ。大丈夫、もう迷わないから。最強のレウニスって大丈夫かな。あまりいい予感はしないな。実戦に投入されるのは阻止したい。それもあるけど、さっきのルディの気持ちを考えたら、あいつ迷わないって言ったよな。最強のレウニスを完成させるんじゃねえ、むしろ一人で壊すつもりも。なんだ、どうして勝手に。ルディの後を追ってるもん、きっと守る指示に従ってるもん。ノア、俺たちも追いかけよう。名前確かに覚えたよ。関係が変わったみたいだ。
遅れた分きっちり巻き返すのです。できなければ分かっていますね。ゲーム再開まであまり猶予はないですよ。このままだと君もたくさん誰かを傷つけちゃう。安心して、辛い思いはさせないから。次に会うときはもっとすごいレウニスにしてあげるね。そういうことでしたか。あっ、うわっ、このガキ。種に交われば赤くなるというやつですか。失望しましたよ。ふむ、想定の半分ほどの仕上がりですが、この際仕方ないでしょう。何をするの。本来の役目を果たしてもらいます。が、その前に気をしなければねえ。なんです、このガラクタは。どきなさい。やめて、もういい。もういいよ、そんな風に守ってほしかったんじゃないんだ。ランツ、どうして。礼ならあいつに言え。ここまで案内してくれたんだよ。道具不明が勝負になるよ。やめて、やめろ。私の命令に逆らう道具はゴミ、すべからく廃棄です。ゴミじゃない。レウニスはいつも僕の大事なものを守ってくれた。弱くて小さな僕にもできることがあるって教えてくれた。だからメカニックになったんだ。こんな悲しいことのためじゃない。道具の感情などどうでもいい。反抗するならまとめて廃棄だ。やれるもんならやってみやがれ。今なら大目に見てあげます。私の命令に従いなさい。嫌だ。僕たちは戦いの道具なんかじゃない。いや、伊藤、カルマ、投げられるか。一緒に見て。してくれますね。ワリン、助かった。皆さん、弾かれた。これでどうだ。これが俺の力だ。
ちなどありません。避けられるか。これで終わりじゃないですか。など頼らずとも私が。ごめんね、何もできなかった。そうでもねえだろ。少なくともこいつはお前の望んだ生き方ができてたんじゃねえか。そうだといいな。助けてくれてありがとう。今度はもっと
頑丈な体にするからね。メカトモ。メカトモ？名前だよ。必要でしょ。戦うための道具じゃなくて、仲間で、友達なんだから。みんなも本当にありがとう。これからはレウニスの修理だけじゃなくて、本当の意味でみんなを守れるように僕にできることを頑張るよ。あ、けどそれだとみんなの命の日が。そのことだけど、コロニー30の命の日時計を壊さないか。コロニーのみんなはもちろん、レウニスたちも戦いから解放できる。そんなことできるの？ああ、全部がうまくいくことばかりじゃないだろうけど。そんなの今までだって同じだよ。今度はレウニスじゃなくて明日を作るってだけだから、ぜひお願い。よし、行くぞ。大丈夫か？待って、動かないで。貴重な素材が落ちてるかも。落ちてねえっての。気分はどうだ？やっぱ落ち着かねえか。やっぱってことはランツは落ち着かなかったんだ。そうは言ってねえ。大丈夫だよ。確かに視界は変わったけど、迷わないって言ったでしょ。だな。うん。ねえ、よかったら僕にもみんなのやりたいことを手伝わせて。何かお礼がしたいんだ。もう本気で言ってるもん。本気の本気もですもん。心強いよ。ありがとう。頼りにしてるね。任せてよ。
くね。名前、確かに覚えたよ。確かに覚えたよ。名前、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 確かに覚えたよ。雨来そうだな。この匂い美味しそう。僕お腹空いちゃった。何か食べてこうよ。何かお腹に入れておこう。相談があるんだけど。
次はどこに行くよ。確かに覚えたよ。確かに覚えたよ。何が入ってるか。名前、確かに覚えたよ。よし、戻ろうか。何が入ってるか。
みんな、ちゃんと休むように。相談があるんだけど。相談があるんだけど。別のところに向かおう。別のところに向かおう。別のところに向かおう。
先へ進もう。ルディと会ったら崖のところまで戻らないと。コロニーサーティで補給をしてからでも遅くはない。万全の体制で出発しよう。ルディの友達のためだ。素材集め頑張るか。ありがとう。なんつやみんなもドルークの友達だよ。名前、確かに覚えたよ。必要なものはと。関係が変わったみたいだ。関係が変わったみたいな。